オンシジウムオルニソリンクムオンシジウムオーナサリンカムはオンシジウム属の卵の一つ。この類では小型で紫系の荷色と良い香りを持つ。常緑性の多年層で着生植物。この属では比較的小型種。ニセリン系は卵系でやや扁平、長さ約5センチメートル、先端には2枚の葉がつき、基部のツトにも養生部がある。葉は 長さ20から25センチメートル、強皮新型でやや草質。花器は秋から冬。花茎は、木部の土の内側から伸び、長さ30センチメートルほどになり、塩水果樹に多数花をつける。花茎をバルブの両側から出すことが多い。花は、計2、5センチメートルほど、額片と、側花弁はほぼ同型同大で同色。新弁は大きく3列し、 側列辺は三角形、中列辺は頭心形、内視腎臓型、つまり横長で先端がややくぼむ。新弁中大き部にあるカルスは五列の戸坂状のひだ形で、その上に小突起がある。随中の翼辺は、尾の形から三角形。褐色には変異が多く、紫色から泡桃色まで、半紋にも変異がある。新便のカルスは黄色。 また、花には、香りがある。メキシコからコスタリカまで、分布域は広い。洋蘭として栽培される。小型なのでミニオン種と言われるものの一つ。また、栽培も良い。また、甘い香りがあるのも魅力となっている。その香りはバニラに近く、甘い香りの蘭の代表的なものの一つとされる。以下、種として、唐沢干渉 P419 ドバシ p 四十九 ガーデンライフ編、P213 三土橋 P249 岡田 P122 ガーデンライフ編、P213 河村 P44 ありがとうございます。